スノーマン・メグロレンの起用でテレビ離れ世代に訴求業界の覇者、レグザが自信のわけ。若者のテレビ離れが進んでいる。よく言われることではあるものの、テレビは本当に不要になったのだろうか写真を見る、メグロレンのアザーカット。かつての地上波に加え、インターネットの普及によって YouTube、ABEMA、ネットフリックス アマゾンプライムビデオなど有力なメディアが次々と台頭した。視聴者はそれらの豊富なコンテンツをスマートフォンでいつでも気軽に見られる。テレビ放送と違い、リアルタイム視聴に縛られる必要もない。テレビ地上波放送という前提であれば、確かに多くの人はテレビを必要としなくなった可能性がある。だが、それはテレビのあり方が変わっただけで、 不要になったわけではない。家電量販店オンラインショップの実売データを集計した BCN ランキングによれば2023年の家電薄型テレビ全体液晶テレビプラス有機 EL テレビのメーカー別販売台数の業界トップは TVS レグザ全東芝映像ソリューションで2年連続となる。同社は7月フラグシップモデルとなる 4K 有機 EL テレビ。 X9900N シリーズ 4K ミニ LED 液晶テレビ Z970N シリーズを発売した。レグザは地上デジタル放送番組を最大6チャンネル自動で録画する機能を搭載、加えてテレビ放送ネット配信を問わずにキーワードで検索すればすべてのプラットフォームを横断して管理、対コンテンツを検索、表示する機能も押し出している。 映画は2倍速で見る、YouTube も配信全体を切り抜いたまとめ動画が好まれるなど、いわゆるタイパを重視する視聴者への訴求を狙う。同社は、かつて東芝の映像事業部門だった。しかし経営不振から、2018年2月末に中国電気大手の会心集団、ハイセンスに売却。それからわずか数年で立て直し。 今回はスノーマンメルロレンをグローバルブランドアンバサダーに起用し、テレビ離れ世代にも訴求する構えだ。今回の製品開発はどのようになされたのか。取締役副社長の石橋康弘氏に狙いを聞いた。若者のテレビ離れという業界の課題をどのように捉えていますか若い方の中にはテレビを持っていない方もいますね。そういった方に、 どうやってテレビを使っていただくかが重要だと考えています。YouTube や ABEMA、Netflix があれば十分だという方は必ずしもそのメディアだけでコンテンツを見たいわけではありませんよね。あくまでも見たいのはニュースや映画、ドラマなのです。だったら最初から見たいコンテンツに最短距離でリーチできる UI を作るべきです。それを提案することで テレビの新しい使い方を見出せると思っています。今までのテレビは放送を見るものというイメージが強かったと思います。しかしインターネットの普及によってネットコンテンツを見る割合が増えています。これまでは数チャンネルだけから選んでいた状況が膨大な量のコンテンツが目の前にあり競争は激化しています。そこで 好きなコンテンツにたどり着くまでに非常に時間がかかるという課題が生まれました。この課題は PC もスマホでも視聴者が自分で探してたどり着かなければいけないので解決できません。一方、レグザの商品はこの課題を解決できる UI を持っています。タイムシフトマシンのように録画忘れの心配もなく、 録画でも配信でも膨大なコンテンツの中から見たいものにだけ最短距離でリーチできる残埋スマートアクセスも搭載しています。タイムシフトマシン残埋スマートアクセスとはどんな機能ですかタイムシフトマシンは地上デジタル放送最大6チャンネルを自動で録画し続けてくれる機能です。各番組の内容を目次にした番組ガイドも当社独自の機能ですね。 残埋スマートアクセスは気になるアイドルや俳優、キーワードなどを登録することによってテレビ番組とネット動画の垣根を越えて視聴したい番組を探してくれます。今回、当社は番組視聴の UI として新残埋スマートアクセスをメインに据えました。これはコンテンツベースの UI なので顧客がテレビの番組表やネット動画メディアのプラットフォームに個々にアクセスして コンテンツを探す手を省きます。今まではアベマネッ Netflix、Amazon プライムビデオなど、VOD、ビデオオンデマンド、メディアごとの UI がベースにあって、必ずそこを経由してみたいコンテンツを探す必要がありました。これはテレビ番組にも言えることですね。しかし、これからは見たいコンテンツを優先した UI であるべきです。視聴者は、 テレビを見るときは、日常感に浸っていても、見たい番組を探すオペレーションをすると、現実に引き戻されてします。長年、没入感を最大化させる方法を求めてきた結果、生み出せたものです。今回は残埋スマートアクセスを訴求する上で、スノーマンのメグロレンさんをグローバルブランドアンバサダーに起用したのも、狙いにマッチしているからでしょうかそうです。 様々なコンテンツがある中で、顧客は好きなものを好きなだけ見たいですよね。スポーツ、ドラマ、SF、ミステリーとジャンルはたくさんあります。メグロレンさんは様々なドラマや映画に出ていらっしゃいます。コンテンツベースでの訴求力を考えて起用しました。時短を好む Z 世代にも刺さりそうですね。これらの機能は東芝時代からあったのですか タイムシフトマシン機能は遡ること20年ぐらい前からありますね。東芝からは離れたものの、クラウドのエンジニアも、テレビのソフトウェアを作っているエンジニアもほぼ全員が残っています。私もエンジニア出身で開発の全統括をしています。